はい、とっさに考えたドッキリを今からしたいと思います。あら、ドッキリをやるということで何するんですか？強力なメンバーをちょっと呼んでおります。おるんですか？はい、紹介します。チームヤンキーです。チームヤンキー、お願いします。チームヤンキーたちにマキーガハウスに行って暴れてもらう、うん、急に急に行って暴れて、急に行く、うん、今はマネージャーユージ、うん、カメラマンキジ、うん、編集マンキ君、うん、そこにいきなり突撃してもらう。そしたらあいつらどんな反応するかっていうのをやってもらうってこと。やってもらいます。急に急にです。ほんま今さっき1分で考えました。皆さんそれはいいですか？別に顔出しは OK ですか？いいですか？携帯は誰かに持ってもらうってこと？カメラは、そうやな、誰か。でも普通にカメラ回していってもバレへんか。なんかほんまにヤンキーたちがこうカメラ回して来たみたいになるかな。あ、マキヒカ出せ。マギーガの家ここなんやろみたいな感じやろ、うん、でマギーガおるんみたいな、そう噂聞いてんけど突撃していって、でいきなりカメラ回してたみたいな。縦撮りでええわ。縦撮りで行って、そうやな、リアルやな。縦撮りで行って TikTok 回し投函出して、で普通にマキヒカおるかみたいなんで行ったやな。じゃあちょっとみんなも素人やから、ね、練習練習。携帯をこう持ちます。うん、ジャーン入って、もう右入ったら音立てますって言うから、もうだからなるべく大きめでこう壁とか行って、やばい、マキガラスや、おらんやんけ、なんやお前らって、そいつは反応を向かってそのアセットを買うとかも取っといてくれていいから。で、殴られたら、で、殴られたら一人ちょっと格闘家おるから、一人ちょっと格闘家おるからもしそいつがちょっと血騒いで殴ってきたら、もうそこ試合終了やから、もうすぐ止めて。まあ本気では殴ってこないんだ。極真空手やからな、あいつちょっと怖いから。で、そんな感じでいきましょうか。おい、マキーガ出せ、ごめん。おい、マキーガ出せ、ごめん。おい、マキーガ出せ、ごめん。誰よ、びっくりした。おい、変な話だったんじゃん。おい、おい、誰よ、変な話だったんじゃん。誰よ、お前ら。おい、お前、舐めとったんじゃん、早出せ。誰、お前ら。誰、誰、お前ら。誰、誰、お前ら。早出せ、早出せ。おらんて、お前ら、マキーガ。マキーガ出せ。どこおんねん。出せ。マキーガ出せやんか。全然ええけど、ほんまにおらんで。あ、そのまま待っとけ待っとけ。ほんまにおらんから。うん、どこおんねん、言うてみ。いや、ほんまにおらんで。いや、ほんまにおらんで。いや、ほんまに。見たよ、全部。TikTok 載ってまーす。いいよ、いいよ、いいよ、全然。載してる。はいはいはい。はい、マキーガ出せ。どこおんねん。で、これ、不法侵入やからな。だからないねん。だから早まきが出せやから。おらんし、ほんまにじゃあ見ろ、全部好きなだけ。電話しろ、電話、電話しろべ。好きなだけでもう見てくれたらいいから、それはもう全部。マキーガに電話しろ。いや、さっき警察電話するわ。あ、早め早め早め。それはあ、喧嘩あるだすね。 いつですか？あ、さっきっす。もしもし、すいません、はい、ね、今家に。ユージ全然いいよとか言ってない。
き締められた。で、一旦で、一旦で、一旦一旦とりあえず来てもらっていいですか、すぐに。やめてください。何ですか、やめてください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 。誰に電話してんすか。どうしたんすか。あ、なんかすいません、ドッキリやったみたいな。ごん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 、何したんすか。え、お前それは、なに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 、いや、それは言うてて、それは言うてて、突き飛ばしてきた瞬間にあってなったもん。顔切れた。もう練習してたから、普段で。うん、10分ぐらい練習してたから。ほんま焦ったん、あかんわ、ほんま。いや、ほんまに行けそうやったね、今。そういうモードがあかんの。冷静だって、警察って一回落ち着かせる。あ、そうなん。俺らも裏で、ユージなんか警察電話してんちゃうってなって急遽入ってん。あそこは、そうそうそう、実験しててん。あ、逆、美味しいもんな、シンプルに言ったら。あ、そういうこと。どうや、最初的に焦ったん、最初は。え、だから初め、パッて一瞬スイッチ入って。いや、なんも分からん。誰がドア開けに来たん、コンコンで。え、コンコンで、俺普通にお前帰ってきたと思ったから。うん、あ、ユージが開けた。そう、ユージが開けに行って、うらーって来たから、一瞬ちゃんと俺とマキが、なんか真似してんから、ね、声、うん、全然違ったから、え、待って、どうって、うん、何みたいな。結果だから、守ってくれたってことやな。うん、ちゃうて、見てみ、なんかおらんでって言ってた。ガチの実験だってよかったですね。ガチやね、はめられた。ちゃんと靴脱いでるから。ヤンキーだよ、いい子たちやから。皆さんありがとう。ありがとうございました。皆さんはお気づきいただけただろうか。こんなにも萎縮していた唐揚げくんが、それはいいめちゃめちゃ生きとるやないかい。